はい、それでは時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。皆さんこんにちは。本日は連続ウェビナー2022年第1回緑の生態から見たプラスチックごみ問題にご参加いただきありがとうございます。本日進行を務める日本野鳥の会の岡本と申します。どうぞよろしくお願いします。本日は Zoom のウェビナーを使用してのオンラインセミナーになります。講座中は皆様のマイクはオフとなっております。ご質問は Q&A ボックスにご記入ください。講演後の質疑の時間にご質問を読み上げ、講師から回答いたします。なお、時間の都合で全てのご質問に回答できないことがあります。また、本日の講演は録画しております。本日のスケジュールをご紹介します。このアナウンスの後、東京港野鳥公園で制作した動画、海の生き物観察とゴミ拾いを上映します。そして動画を制作した日本野鳥の会、東京港野鳥公園レンジャーの島村より、この動画に込めたメッセージをお話しします。その後、本日の講師、日本野鳥の会の山本豊から、海鳥の生態から見たプラスチックごみ問題の講義を行います。講義の後、15分ほど質疑の時間をとっております。終了時間は20時20分を予定しておりますが、進行により若干変更することがあります。それでは早速、動画海の生き物観察とごみ拾いを上映いたします。ここは東京港野鳥公園の前浜干潟っていうところで、普段は入れない保護区になります。海とつながっているので日々いろいろなゴミが流れてきます。今からレンジャー3人で30分間ゴミを拾ってみます。おーハゼっていう魚です。ハゼの仲間でこういう石の下とかで暮らしています。こういうところで暮らしていて、石をひっくり返すと出てきます。じゃあひっくり返してみます。あの間に毛の房があります。ここはマイクロプラスチックがひどいところですね。細かくなってしまったこういう発泡スチロールのかけらとか、あとは紫外線などで劣化して小さくなったプラスチックの破片とか、あとこれはタバコのフィルターですかね。こういうものもたくさん落ちています。でマイクロプラスチックになって小さくなるととても拾いにくいので、ゴミ拾いの時も大変になります。重い
ガニです。今度はフサではなくて肉球みたいなプニプニがついてます。ゴミ拾えましたが、どんなものが多かったですか？ビニールが多かったです。ビニール多かったですね。こういうビニールとか、あとお菓子の包装したやつとか、お菓子系のおにぎりとか食べ物とか商品を梱包していたビニールがとっても多かったです。あとはペットボトルとか、缶とか、缶とか、あとルアーですね。釣りをした時に切れちゃったのか、ルアーのゴミも多いです。うん、洗剤のゴミですかね。梱包材、梱包の紐も。すごく多いですね。スチロールのこけらが、スチロールのゴミはすごくでも多くて、で紫外線とか波で劣化してこまごました形になっちゃうので、一度捨てられるとすごく拾いにくいし、マイクロプラスチックになりやすいです。それは最近削減とかもされてますが、ストローも落ちてました。ボールとか、あとレジャー用のおもちゃとかもよく流れてきます。うん、今日の一番大きいのはどこから来たのか、竹ぼうきが流れてきました。これはマイクロプラスチックにはなりませんが、大物です。はい、いかがでしたでしょうか。本日はこの動画を制作した東京港野鳥公園のレンジャーの島村さんとオンラインでつながっています。ここで制作の背景や動画に込めた思いなどをお聞きしたいと思います。では一旦共有を停止します。島村さん、よろしくお願いします。はい、東京港野鳥公園の島村と言います。動画をご覧いただきありがとうございます。この、動画に映っていた東京湖野鳥公園っていうのは羽田空港の近くにある公園で、東京の海とつながっています。で、動画にもあったように、釣り糸などのゴミによって水鳥が傷つけられる場面っていうのもよく目にしています。で、また近くではコアジサシが吐き出したペリットの中からマイクロプラスチックが見つかったりとか、あと公園に暮らしているアシハラガニっていうカニは、九州の方では体内からマイクロプラスチックが見つかったりもしているようです。で、そういったこともあって、実際マイクロプラスチックってどれぐらいあるんだろうと思って、公園の干潟で少し探してみました。で、今日実際に持ってきたんですけど、このシャーレ、そんなに大きくないんですが、シャーレいっぱいの砂を干潟で取って、この中からどれぐらいマイクロプラスチックが出るのか調べてみたところ、これくらい出てきました。感想はいろいろかと思うんですが、私は思ったより全然たくさんのマイクロプラスチックが出てきてすごく驚きました。で、こういったこともあって、動画を通して広くいろんな人にこの問題知ってもらいたいなと思って動画を制作して公開しています。で、実際この動画を作った時は、ゴミの問題だけではなくって、海っていうのは本来生き物と出会えるすごくワクワクする場所で楽しい場所っていうことと、あとは生き物にとってとても大切な場所だっていうことも知ってほしかったので、
観察をしながらゴミ拾いっていうテーマにしています。なので、この動画を通して、じゃ生き物観察のついでにちょっとペットボトル拾ってみようかとか、エコバッグにしてみようかとか、本当に小さいことでもいいので、何かをするきっかけになれば嬉しいと思っています。ですので、東京湖野鳥公園の YouTube のチャンネルの方でこの動画を公開しているので、よければ皆さんの力も借りて、広く広めていただければなと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。以上です。はい、島村さんありがとうございました。はい、東京湖野鳥公園の YouTube で公開されているということですので、ぜひ、皆さんもご覧いただいて、いろいろ紹介していただけたらありがたいなと思います。それでは、今海鳥や、海の生き物、海洋環境に深刻な影響を与えているこのプラスチックの問題、日本野鳥の会ではこの連続ウェビナーを通じて多くの方にこの問題を知っていただきたいと考えております。昨年度に引き続きプラスチックについて知る、行動する、仕組みを変えるという3つの切り口で、さまざまな講師から今年度はお話を聞いていく予定です。第1回は日本野鳥の会自然保護室の山本豊より、あまり知られていない海鳥の生態についてとその保護の緊急性、そして海洋プラスチックごみが海鳥にどのような影響を与えているかをご紹介したいと思います。それでは山本さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。日本野鳥の会の山本と申します。よろしくお願いします。今日は海鳥の生態から見た海洋プラスチックの問題ということでお話ししたいと思います。ちょっと画面を共有させていただきます。はい、見えてますでしょうか。はい、じゃあ始めたいと思います。はい、まずですね、今日のテーマなんですけども、海洋の保全がテーマ、海洋環境の保全ということがテーマになります。それで普段なかなか私たち見る機会は少ないんですけれども、普段見ることの少ない海鳥に対して、私たちの身の回りであるプラスチックが及ぼしている影響について、それから懸念される人への健康への懸念ということについて、お話しできればと思います。文献を中心にお話しできればと思います。はい、で本日の内容はこのように、まず鳥類とはということについて簡単にお話しまして、その中で海鳥はどんなものか、その生態はどんなものなのかということと、今この海鳥が置かれている保護の緊急性についてお話します。それから、海洋プラスチックごみの問題ということで、いろんな、背景とかですね、実際の状況をお話しできればと思います。それから今実際に海鳥に起きている、プラスチックの、取り込みと、影響ということについてお話しできればと思いますけれども、はい、で最後に海鳥を守るために私たちにできることについてお話しできればと思います。はい、まず鳥類なんですけれども、鳥類っていうのはですね、羽毛に包まれていること、それから高温動物で空を飛べるっていうこと、くちばしを持つっていうことが大きな特徴です。で世界中に1万912種ということで約1万種いるんですけども、皆さんご存知、よくご存知の身近なスズメとかツバメをはじめとして、南極のペンギンとか、まあ、アフリカのダチョウとか、あと南北アメリカのハチドリ、アホウドリ、ガラパゴスフィンチなど、まあ、いろんな種類がいます。でこの鳥類は、自然環境のバロメーターとしてすごく優れてまして、生態系の上位種が多いということ、それから移動能力が高くって、広域の環境変化の影響を見ることが可能なこと、それから、まあ、肉食性の、まあ、他の小鳥とかネズミとかを食べたりする猛禽類から昆虫食、種子食、魚を食べ、魚食性の鳥類とか餌資源が多様なため、さまざまな生態系の変化を反映しやすいということがあります。でこうしたことからですね、自然環境の変化の指標としやすくなって、モニタリング指標としても優れています。でそういった鳥類の中で海鳥はどんなものかといいますと、全世界の鳥が1万912種類いるうちの359種ということで、まあ、約 3.6% です。で特徴としては、海洋環境にうまく適応して進化した鳥類で、
まあ、よく皆さんご存知の鳥としてはペンギンの仲間、アホウドリの仲間とか水なぎ鳥で、あとウミスズメとかウミツバメとか、あとカモメとかウっていうのは割と身近に見られるかなと思います。ただ普段見る機会は少ないんですけれども、まだそのため生活もまだ十分に分かってない種類が多いです。ただこうした海鳥は、いろんな餌資源を、まあ、海の中から得てますけれども、海洋生態系の上位を占めて海の豊かさを示す指標になっています。で、日本で確認されている、鳥っていうのは633種類いるんですけども、このうちのですね、陸の鳥っていうのが332種類で、水鳥が301種ということで約半分になります。で、この、水鳥と陸鳥がいるんですけれども、この水鳥っていうのが淡水と海洋環境にうまく適応した鳥の総称になります。で、この水鳥のうち120種がですね、水鳥の中でも特に海洋環境に適応した鳥ということで海鳥になります。で、この海鳥の特徴としてはですね、繁殖期以外、繁殖地には戻ってきて卵を産んで放卵して給餌するっていうことを行うんですけども、それ以外の大半を海上で過ごしています。で、主に当初で集団で繁殖するんですけども、これは宮城県にある芦島っていう島で繁殖している海猫ですけども、こういった、これ人がいない無人島なんですが、こういったところで繁殖をします。で、特徴としてはですね、すべての餌を海から得ているっていうのが海鳥の特徴の一つになりますし、沿線を持っています。沿線っていうのは頭の目の上のところにある、海水を飲んで、海水を越して、そういう器官があるんですけども、そういった沿線を持つということが大きな特徴で、それから水かきを持つということになります。で、こうした海鳥の1年をですね、寒ブリウミスズメを例にして、紹介しますけれども、まずですね、まあ、12月ぐらいに繁殖地に戻ってくるんですけども、それまでの間はですね、繁殖してない時期にはオホーツク海の沿とか日本海、東シナ海とか広い範囲を移動してまして、それから12月とか1月ぐらいになると繁殖地の周辺の近海に戻ってきます。それで、2月とか3月になると繁殖地に上陸するんですけども、3月の終わりぐらいには卵を産みまして、その後、放卵しまして、5月の上旬、4月の終わりとか5月ぐらいになると、孵化して育っていきます。で、カンブリウムスズメの場合は、親鳥とすぐ育ってしまうんですけれども、その後ずっと越冬地から、繁殖地から北上して、越冬地に向かって、まあ、海の上を移動していくということになります。これ実際に伊豆諸島の三宅島の沖にあるですね、三本岳、まあ、大野原島って島なんですけども、そこでの様子ですけれども、実際この3つの大きな岩礁があるんで、三本岳というふうに呼ばれている島です。で、これ一番向かって右側の、岩礁の拡大図がこの図になりますけども、ここからここまでがですね、標高が高さが114メートルほどあります。なので、実際にこんな感じで人が調査するとなると、こんな感じで大きな島がゴロゴロ、大きな岩がゴロゴロしている場所なんですけども、こういった場所で繁殖しているかどうかとかを探していきます。で、まあ、こんな感じで、まあ、拡大するとこんなとこなんですけれども、で、実際に岩の隙間を探してみるとですね、こんな感じで、卵をですね、1個ないし2個ぐらい産んでおります。で、親鳥がこんな感じで放卵をするわけです。で、約1ヶ月ぐらいで、ヒナが生まれて、海に出ていきます。で、今日よくテーマ、話に出てくるのはですね、オオミズナギドリ、先ほどのカンブリウミスズメとオオミズナギドリっていうのが出てくるんですけども、オオミズナギドリっていうのはですね、皆さんが、航路とか船に乗ったりすると、そうですね、3月ぐらいから11月ぐらいまでの間、まあ、普通に見られる、普通種なんですね、普通に見られる鳥です。で、大きさがですね、カラスぐらいの鳥で、色合いとしてはちょっとグレーな、灰色っぽい鳥なんですけども、こういった鳥がですね、まあ、日本近海で繁殖してまして、それで、これ伊豆諸島の例なんですけども、
とそうです、伊豆諸島だとですね、この御蔵島とか、あとあの新島の続島とかですね、あと式根島の続島、神津島の続島とかで繁殖しています。で、大きさとしてはカラスぐらいの、鳥になります。で、これこの右下の写真は、御蔵島っていう島になります。まあそうですね、今あの、以前はですね、170万羽から350万羽ぐらい、この島で繁殖してたんですけど、今はちょっと12万羽ぐらいに野猫のせいで減ってはいますけど、まだまだあのこの近海に行くと見ることができる鳥です。で、この鳥は、夜な、あの昼間はですね、これあのバックは、伊豆諸島の三宅島って島なんですけども、御蔵島から近海、三宅島と御蔵島20キロぐらい離れてるんですけども、こうした海域で餌を取りまして、で、夜になると、森に戻って、御蔵島の森に戻ってきます。で、こうした森林の中にですね、穴を掘って、まあ、子育てをするわけです。で、そうですね、明け方の2時ぐらいになると、こういった斜めの木のところにですね、登ってって、それでまた海に飛び出すっていうようなことをしております。で、これがあの大水なぎどりのあのアップなんですけれども、まあ、特徴としてはですね、こういったあの管状になった甘美っていう花を持っているのと、あとあの、組織としてですね、あのここに沿線が目の上にですね、塩を起こすための器官があります。なので、あの海水を飲んでも、この沿線で起こすことができて、で、排出することができまして、まあ、こうした海水の場所でも水を得ることができることになります。あと、まあ、大きな特徴としては、水かきを持っているということになります。と、続いてですね、ちょっと潜る鳥なんですが、ウトウっていう鳥がいまして、これは北海道のですね、北西側にある手売島っていう島になりますけれども、手売島っていうのはですね、このウトウっていう鳥のですね、世界最大の繁殖地ではあります。で、このウトウはですね、ここは手売島なんですけれども、昼間はですね、約87キロぐらいですね、渡っていく、餌を取りにですね、最近出かけておりまして、で、繁殖期にはですね、だいたいこの87キロぐらいの距離を、この、今水色で示されている部分を移動して、で、毎晩、戻ってくるわけです。はい。で、こんな感じで、まあ、手売島というのは、こういう島なんですけれども、島の反対側の方には、人が住んでまして、で、繁殖地はですね、手売島の南西部になります。で、繁殖期に行くとですね、ウトウが戻ってくるところを見るためのツアーとかもあるんですけども、冬に行くとこんな感じでですね、ウトウが使っている巣穴がたくさん見ることができます。で、この戻ってくる様子がですね、こんな感じで海の上で集まってくるんですけども、これが夜になると繁殖地に戻ってきまして、ちょっとこれ小さくて見づらいんですけども、空の上に点々と見えるのがですね、ウトウになります。こんな感じで、約80万羽ぐらいいるんですけども、どんどん戻ってくる様子を見ることができます。で、このウトウっていうのがですね、非繁殖期にはですね、これ今、ここは手売島なんですけれども、これ3個体分のですね、記録です。で、ジオロケーターといいまして、水温とか日潮を記録できる、機械をですね、つけて、それで装着して、緯度経度とか水温とかからですね、いる場所を推定した結果ですけども、この3個体の結果だけですけども、見ていただくと、このサハリンの北の方からですね、ずっと南の方まで行ってますし、繁殖地から離れて、北海道の南部とか、日本海側の、新潟沖の方までも行っていますけども、こういった広い範囲を移動する鳥になります。で、まあ、こういった広い範囲を移動することで、場所によっては汚染されたりすることもあるわけです。はい。で、海鳥の一般的な生態的な特徴としましてはですね、まず、海鳥とスズメ目で言いますと、まあ、スズメ目っていうのは皆さんよくご存知のシジュウカラとかスズメとかそういった鳥なんですけども、海鳥の方はですね、寿命がすごく長いっていうのが大きな特徴になります。
足輪をつけて調べた調査では、先ほどのオオミズナギドリではですね、20年ぐらい起こすのは普通にいまして、であと、これ今60年って書いてますけども、アホウドリ、コアホウドリではですね、60年以上生きる鳥も観察されています。それに対してスズメオクというのは寿命が短くって、まあ、大体四十からぐらいのサイズですと5年ぐらい。で、あとツグミとかですね、シロハラとかそういう鳥になりますと、大体9年、8年とか9年ぐらいで、あと赤コッコっていう鳥がいるんですけども、この鳥も大体5年ぐらいになります。で、こうした寿命の差もあるんですけれども、あとですね、繁殖開始の年齢がですね、すごく、海鳥は時間がかかりまして、2歳とか3歳ぐらいから始めるやつもいますし、もっと遅いやつもいます。あと、それに対してスズメムクの方は、大体ですね、生まれた次の年からは、繁殖を始めるということになります。それから、これ、ヒトフランスって書いてますけども、1羽のメスが産む卵の数っていうのがですね、1個とか2個ぐらいが多いんですね。それに対してスズメムクっていうのは4個から8個。例えば、シジュウカラですともっと多くって、一番多い卵ですと、一番多いケースですと11個とか産むこともあります。で、まあ、スズメ目の鳥はたくさん産んで、まあ、何羽かが、まあ、生き残るって感じで、で、海鳥の方は数は、卵の数は少ないんですけども、無事に育つと長く、まあ、長寿命で長く残るってことになります。で、まあ、こうした違いがあるのと、あと、放卵日数がですね、海鳥の場合すごく長い。で、スズメ目の場合はですね、大体、まあ、2週間ぐらいで、育っていきます。はい。で、まあ、こういった特徴がありますけれども、まあ、小産小子で寿命が長くて繁殖開始が遅いっていうのは、まあ、海鳥の特徴になります。で、これは逆に言いますと、一旦個体数が減ってしまうと、個体群自体に大きな影響が出て、回復までにはすごく時間がかかるということになります。で、この海鳥なんですけども、まあ、海の豊かさを示す良い指標になりまして、ですね、これはい、これ植物プランクトンを食べ、海の中ではですね、植物プランクトンを動物プランクトンを食べて、それを、まあ、プランクトンを食べる海鳥もいますけれども、魚が食べたり、まあ、イカの仲間が食べたりとか、貝が食べたりとか、あと甲殻類が食べたりとかしますけれども、こういった、生態、食物連鎖の中で、割と上位に属するのが海鳥になりまして、で、この海鳥を食べるものとしては、陸域にてカラスがいたりとか、ヘビがいたりとか、ハヤブサがいたりとかっていうのはあるんですけども、海の中ではですね、海生哺乳類の一部が食べたりするのと、あと、そうですね、魚自体はですね、大型の捕食魚がいて、これがアザラシに食べられたりとかするんですけれども、海鳥というのは、こういった海生哺乳類とか、大型の食魚と並んで、割と上位を占めている、生態系の中で上位を占めているということになります。で、こういった、生態系の位置というのがですね、今回のプラスチックの問題にも効いてくるということになります。はい。で、3番目のですね、海鳥保護の緊急性についてお話ししたいと思います。これは横軸は時間軸で、1950年から2010年までの年代です。で、縦軸はですね、これは全世界でですね、モニタリングされているコロニーごとに調べられた結果なんですね。で、今、海鳥はですね、この図を見ていただくとわかるんですけども、1950年代に比べて、2010年、約60年の間にですね、約7割が減っているということが報告されています。で今バードライフインターナショナルの報告ではですね、海の359種いるんですけども、約3割でも絶滅の危機になっているということが報告されています。はい。でこれがその実際の様子なんですけれども、これは大西洋のですね、ハイガシラアホウドリっていう鳥のコロニーでの様子です。ここに観察する小屋がありますけれども、これがですね、
1979年。で、こっち側が、2017年ですけれども、約38年の間にですね、こんなにいたハイガシラホウドリが、2017年にはこんなになってるっていう、そういう写真になります。あと、分類的に見てみますと、これ、ですね、これ、こっち側が年代です。1988年。で、こっち側が2004年なんですけれども、で、1988年を 100%、1としまして、その中でですね、その種群の中で、どれぐらいレッドリストに入っている種類がいるかっていうのをですね、示した図になるんです。で、これ、レッドリストインデックスっていうんですけども、下に行くほどですね、絶滅のリスクが高くなっているって、そういう図になりまして、で、これ赤いのが陸上に住んでいる鳥で、水色が淡水に住んでいる鳥。で、これを見ていただくとですね、で、この深い緑っていうのが、森林に住む鳥なんですけども、こういった年代とともにですね、特に海洋環境に住んでいる海鳥っていうのがですね、こう急激に下がっておりまして、絶滅のリスクが高まっているということがわかります。で、日本ではですね、日本で繁殖する鳥は39種いるんですけども、このうちも6割がですね、レッドリストになっているっていう、そういう現状があります。はい。で、この海鳥減少の要因なんですけれども、大きく分けて、海上での要因と繁殖地での要因があります。で、繁殖地ではですね、ネズミが入って、ヒナを食べたりとかありますし、卵を食べたりっていうのもありますし、親鳥を食べることもあります。あと最近は野猫が入ってきて、先ほどの御蔵島のようにですね、大きく個体群を減らした島もあります。あと以前はですね、人がコロニー、繁殖地に入って卵を取ったりとか、あと羽毛を取ったり、あとグアノですね、こういうのを取ったりとかしてましたので、大きく減らし、個体群が減った場所がありまして、日本ではナホウドリが、今回復してますけど、一度絶滅の危機に瀕したのも、この羽毛採集によるものですし、あと場所によってはグアノを採集するので、海鳥にかなり影響が出ている場所が各地にあります。世界的にはかなりあります。あと、釣り人とかですね、レジャーによる撹乱というのも起きていますけれども、こういったことと、あと最近は気候変動によって、うまく繁殖のタイミングと餌の環境とかが合わなくなっているというようなことも報告されております。で、こうした繁殖地の要因に加えて、海上での要因というのもありまして、一つは自然状態で餌資源が変動しているんですけども、そういったことに対して、人による活動というのもかなり効いています。で、漁業による混獲、誤って、海鳥がですね、魚を取る網に絡まったりとか、ハイナワ漁の時に餌を取ろうとして絡まってしまうというケースもありますし、あと人がですね、過剰に漁業を行うことで、海鳥の餌を奪ってしまうということもあります。あと、油や化学物質、重金属もありますし、最近では洋上風力発電施設が海鳥の行動圏の中に、作られるということもありまして、こういったことが影響が、出てくるかなと思っております。で、こうした海上での要因の一つに、今日のテーマであるプラスチック類とか浮遊ゴミっていうのが、今後、今も影響出てますけど、今後もかなり影響あるだろうということになります。で、このプラスチックのことについて簡単に触れたいと思うんですけども、プラスチックっていうのができたのはですね、1835年です。ルニョーさんっていう方が、塩化ビニールとポリ塩化ビニールの粉末を、作ったというのがあるんですけど、粉末から、塩化ビニールの粉末を合成したっていうのがあるんですけれども、その後ですね、ポリ塩化ビニールが1926年作られたりとか、ナイロンが1939年作られたりとかしまして、あと、ペットボトルの原料ですね、材料ですね、ポリエチレンテレフタレートです。これが1941年です。で、こういったいろんな製品が、プラスチックの素材を作られていくんですけども、1950年以降に、生産が本格します。で、現状で、開発から約180年ですけれども、大量生産が始まってからは、約70年になります。で、
こうしたことに対して、海鳥というか鳥の保護って言いますと、ですね、原生、今住んでいる鳥類っていうのはですね、地球ができてからですね、まあ、約46年の歴史がありますけども、現在の鳥っていうのは、約6500年前に起源があると言われてまして、こういった鳥の起源に比べて、プラスチックの問題は、かなり最近の話になります。はい。で、この、プラスチックなんですけども、まあ、自由に、熱や圧力によって加工できるので、今、いろんなところで使われています。私たちの身の回り、本当に普通に見ることができまして、まあ、ここに一例を出してますけども、レジ袋とかペットボトルとかいろんなものがありまして、まあ、ここに上がっているもの以外にもたくさんありますけども、おもちゃとかクッションとかタイヤとか、いろんなものがありますし、まあ、そうですね、野菜等の包装とかパソコンとかにも使われてますけれども、いろんな形で私たちの身の回りにありあふれている状態になっています。で、生産量自体はですね、このようにですね、1950年以降ですね、増えておりまして、どんどん増えておりまして、こんな感じですね。世界生産量は、まあ、約4億トン、2020年に約4億トンありますけど、4億万トンあります。3億6700万トンありますけれども、この生産量はどんどん増え続けて、2050年には16億トンに達するって、そういう、予測がされています。で、これまでの、現状としましては、2016年までの結果なんですけれども、約85億トンが生産されて、63億トンが廃棄されています。で、このプラスチックごみのうちのね、プラスチックごみのうちの、8割が埋め立てとか海洋などに投棄されてまして、リサイクルはわずか 9% という報告があります。で、海洋にはですね、1億5000万トンのプラスチックが存在してまして、年間800万トンが海洋に流入しているという状況です。で、2050年には、海洋中のプラスチック重量が海の重量を上回るという、そういう予測もあります。で、現状でですね、こうした海洋ごみによって、多くの海の生き物が影響を受けておりまして、海鳥とか哺乳類含めてですね、ウミガメとか含めて、まあ、約914種類に、絡まりとか食物摂取、まあ、誤飲ですね、そういった影響が起きているという報告が2020年にされています。で、まあ、プラスチックごみの現状としましては、ほとんどが使い捨てで、まあ、約容器包装が日本ではですね、約8割を占めているということ。で、あんまりありがたくないことなんですけども、容器包装ごみの排出量が世界2位ということになっております。で、プラスチックごみ、の現状なんですけども、このような形でですね、生産量が、まあ、1143万トンあるんですけども、使用されているのがこれぐらいで、ごみとなっているのが891万トン。で、このうち多くが、熱回収というふうに言われているんですけども、燃やされております。で、リサイクルはですね、わずかに 28% ということで、そのうち国内リサイクルは 18%、海外にも輸出されて、まあ、国内ではですね、2割ぐらいしかリサイクルされてないという現状があります。で、焼却される、プラスチック、熱回収って言われるんですけども、こういった焼却に関しては、地球温暖化を促進することになってまして、燃やすことで温暖化が加速されているということになります。で、実際にプラスチックの現状、広がっている汚染の現状なんですけども、日本近海ではですね、例えばこういうふうに黒潮とかですね、北太平洋海流というのがありますけども、この流れに沿ってみますと、これ一番南側のですね、ところはですね、これフィリピンのですね、ラムサール条約登録湿地なんですけども、こういった感じで、
ラムサール、鳥の保護とか保全をしている場所なんですけども、こういった感じで、かなりプラスチックのゴミがある状態になっています。それからですね、これは伊豆諸島の三宅島っていうところなんですけれども、こんな感じでですね、これはウミガメがですね、産卵に来る、島の北西側の海岸になります。で、こんな風にたくさん来ますので、カメが上がってこれないということで、地元の方がですね、ゴミ掃除をしている。こういったことが、ずっと行われております。あと、この海流に乗ってもっと、アメリカの方に行きますとですね、こんな感じで、いろんなゴミが、流れ着く場所がありまして、これミッドウェイ島の、ハワイのちょっと北側の方にある島なんですが、このようにコアホウドリがゴミいっぱいの中で繁殖しているという様子が、ことが、80年代後半から報告されておりまして、こういったコアホウドリの汚染というのも今言われているところです。で、実際に、海に入っていく様子なんですけども、これ多摩川、東京の多摩川の様子なんですが、こういった感じで、これ人が野菜を洗っているところですけど、こういったところにプラスチック、発泡スチロールが浮いてますけど、こういったこととかですね、あって、で、それが、どんどん流れていきます。で、こういった感じで、河川敷に行くと、ペットボトルとかいろんなものが落ちている状態になっています。で、それからこれはですね、野鳥の会のですね、鶴居単調サンクチュアリで観察されたものなんですけども、単調がですね、よく肥料袋をつつくんですね。で、こうして破れた肥料袋が くちばしに絡まってですね、で、単調もですね、困って取ろうとするわけですね。で、たまたまこれは取れたので、現地のレンジャーは、このビニール袋、肥料袋を回収できたんですけども、こういったことが普通に起きている、陸域でも起きている状態です。あと、これは神奈川県で観察されたものなんですけども、パンが誤って落ちてたらしいんですけど、そこに、セグロコモメが来まして、で、それを見てると、どんどん集まってきて、で、パン自体は食べられてしまって、そのうちカラスが来て、中を全部食べてしまう。で、そうすると、何もなくなった後に、このゴミがですね、風とかに吹かれて、海に入っていくっていうことになります。で、こうした、いろんな理由で、自然界に、予期しない状態で入ったこともあると思うんですけども、陸域で小さくなったりとか、それから、海に入ってその中で小さくなって、太陽光とか波などによって小さく微細化するって、マイクロプラスチックになってしまうと、これが海表面を浮遊して、長い距離運ばれていく。で、こういったものはですね、緑が誤って食べたりとか、被害に与えたり、で、釣り糸に絡まるとか、そういった被害が発生するわけです。で、この、生産量がこんな感じで、1960年代と急増したんですけども、ですね、今、こんな感じでどんどん増加してるんですが、ですね、緑の方にはですね、1960年代以降、62年にまずコシジロウミツバメ、ウミツバメっていう鳥の左脳から最初に発見されまして、で、2016年の山下さんという方の報告ではですね、97種の緑から観察されて年々増加しています。で、2050年には、99% の鳥から鳥でプラスチックが接触されるという予測がされています。で、これ見ていただくと、これはハシゴソミズナメドリのプラスチックの接触の割合なんですけども、1960年代以降、70年代は7割とか8割ぐらいだったのが、90年代以降は、9割、8割、9割、100% に近いのは、率になっています。で、こうした取り込みはですね、海洋生態系の上位種であることとか、採取行動の特徴から影響が発生していまして、で、大きく直接的に取り込むものとしては、接触行動によるものがありますけれども、誤って飲んでしまう、誤飲誤食してしまうものと、あと実際にはですね、鳥がですね、消化促進のために餌でないものも食べてしまうっていう、そういう行動もあります。それから、吸着している化学物質の匂いによって誘引されるってこともあります。で、こうした直接的な取り込み以外に、間接的なものとして、生息地の汚染によるものがありまして、表層漂うプラスチックに含有したりとか、
あとマイクロプラスチックに、吸着するものから被爆するっていうケースもあります。あと餌自体から、プランクトンとか貝とか小魚を通じて体内に取り込まれて生物濃縮するっていうのもあります。で、鳥の場合はですね、食べたものをその場で蓄えて、で、善意っていうところで、消化液が出るんですね。で、行為っていうところで機械的に潰して、食べたものを細かくしていくっていうのがあります。これちょっと、図はハチドリなんですけど、こういった行為のところにですね、いろんなものを、取り込んで潰していくっていうことをやりまして、この物理的消化をするところにですね、プラスチックが取り込まれているケースが多いんですね。この行為っていうところは、サノーとかキーとかっていうふうに言われてますけど、ここにプラスチックが割と溜まってるっていうことになります。で、蚊ごとに見てみると、こういった形で接触とかですね、絡まりを比較した結果、で、あと両方にあるかどうかとかを見た結果があるんですけども、これ2020年にクーンさんとフラネカーさんという人が出されたものですけど、接触、誤飲とか誤食するのはですね、熱帯鳥の仲間とか、アビの仲間、それから水なぎ魚の仲間が多いんですね。で、絡まるのはですね、潜水性の鳥が多くて、アビの仲間とか、ペリカンが多いです。で、あと、両方見ていくとですね、こういった形でですね、熱帯鳥の仲間とか、アビの仲間、ペンギンの仲間、それから水なぎ魚ですね。で、こういったものがですね、あと、チドリの仲間でもありますけども、多くの、接触とか絡まりがあるわけです。で、接触率が 50% 超える鳥っていうのは、これの図を見ていただくとわかるんですけど、例えばコアホウドリとかですね、フルマカモメっていう浮いてるものを食べてる鳥ですね、灰色水投げ鳥も、高いんですけど、こういった鳥。それからですね、カオグロサヤハシドリ。これ、南極地方にいる鳥ですけども、それとか灰色ヒレアシリス、こういった鳥ではですね、接触 50% を超えている、そういう報告があります。で、こうした餌生物から、緑の汚染経路としては、こうした形でですね、餌生物から入ってくる経路と、それで生物濃縮してしまうという経路がありますと、あと海洋で漂うプラスチックに吸着している、物質によって、汚染されるケース。それから、プラスチック繊維そのものに変化されているものですね。そういったものがあります。で、この餌の取り込みなん、餌生物由来の取り込みなんですけども、海鳥自体はですね、こういった魚とか甲殻類とか貝とか魚卵とか海鳥ともいろんなものを食べてるんですけども、こういったものがですね、体内に入って、で、胃で溶出して、それから脂肪等に蓄積されるってことが分かってきておりまして、こういったことの研究が今後必要になってます。で、実際にはですね、この平均プラスチックの摂取量が、体重の 0.25% を超えると栄養状態が悪化して成長率が低下するっていう報告もあります。で、実際に採取行動の特徴なんですが、海鳥から見た海っていうのはですね、餌となる生物は海中にしかなくって、で、広い海の中に餌はですね、パッチ状あるいはまばら状に分布しています。こういった形で、パッチ状にあったりとか、まばらに分布してまして、こういった餌の分布がですね、海流とか潮流とか地形など、海底地形などによって変わりますし、一日の変化、一日の時間になっても変わるんですけれども、これをですね、緑は敏感に探して、食べているわけです。で、実際に、あと餌の分布はですね、こういう海流の流れがあって、そういうのがぶつかるところとかですね、あと湧昇流、海底から海流の、水流が上ってきますけども、こういった浅くなっている場所ですね、こういった場所に、餌がたくさん集まりますので、こういった場所で、餌を取る可能性、餌を取ってるわけです。あとですね、こういった形で、目で見て採集する仲間のいるところに集まるっていうのはありますけれども、もう一つはですね、収穫ですね。これ海底にですね、植物プランクトンがいて、それを動物プランクトンを捕食するときに、
ジメチルスルホイドっていう、ものを出すんですね。これは磯の匂いなんですけども、こういったものをですね、この甘味で匂いを嗅ぎつけて集まってくるんですね。で、こういったマイクロプラスチックにはですね、このジメチルスルホイドが、吸着してますので、こういったものに集まって、で、これを海鳥が取ってしまうということがあります。で、こうした海鳥のタイプ、採取方法はですね、まあ、こう大きく5つに分けられまして、潜水型とか突入型とか、まあ、他の鳥から餌を取る、盗賊カモイの仲間とかありますし、あと海水面で餌をついばむ、こういうハシゴソミズナギ類とかですね。あと、残飯され方っていうことで、まあ、漁師さんのおこぼれをもらった、つまりカモイの仲間とかいるんですけれども、プラスチックの接触率が高いのはですね、海水面でついばむタイプの鳥が多くて、潜ってる鳥よりも、海水面で餌を取るの方が高いです。あとプランクトンを食べる、鳥の方が高い。で、魚食性よりも高いということが分かってますし、あと若鳥の方がですね、成長よりもプラスチック接触率が高いんですね。若鳥は餌を探すのに、なかなか慣れてないので、誤って食べてしまうことも多いですし、あと、親鳥がヒナに与えるということもあるんですけども、そういったことで若鳥の方が多いですし、あと成長自体はですね、吐き出すことが結構元気な鳥ではあるんですけど、若鳥の方はですね、溜め込むことが多いです。で、まあ、実際に入ってしまう、体の中に入ってしまうと、消化管を傷つけて、疑似満腹感を起こして、で、繁殖地ではですね、ヒナに給餌して、まあ、それが疑似満腹感をまた起こして、ヒナの体重減少、栄養状態の悪化っていうことにつながって、で、巣立ち率の低下とか、個体群の減少ってなります。で、これは実際にミッドウェイで、ゴミの中で放卵するコアホードルの写真です。で、こんな感じで、ペットボトルがですね、ペットボトルの蓋とかですね、あとライターが入ってきたりとか、まあ、いろんなケースが報告されています。あと実際にですね、この、吸着するプラスチック、どれぐらい残ってるかというのを調べられてまして、これ残留性の有機汚染物質で PCB とか DDT とかをですね、調べたりとか、あとプラスチックそのものの製造に使われている難燃剤とか劣化防止剤っていうのがあるんですけども、こういったものが、取り込まれて吸収されていく。で、脂肪に蓄積されていくっていうことになります。で実際にこれ、その例なんですけど、プラスチック、胃の中のプラスチックの重量と、PCB の濃度、脂肪中の PCB の濃度なんですけど、こんな感じで、胃の中のプラスチックの量が多いほど、PCB の量が高いっていうことが報告されておりますし、これ0.6 グラム入ってるんですけど、0.6 グラムですね。で、このハシゴソミズナギ類っていうのは体重が600グラムなんですけども、人間の体重に換算しますと、体重60キログラムの人の中にですね、60グラムのプラスチックが入っている、そういう換算になります。なので、60グラムっていうと、ニワトリの卵1個分ぐらいなんですけども、こういったものがですね、実際にハシゴソミズナギ類には入っているわけです。で、海域による汚染の違いも分かってきてまして、例えば、淡島ではですね、こういった塩素系の、HCH 殺虫剤に使われているものが多かったりとか、あと中野上島では DDT が多いとかですね、あと宇和島瀬戸内海ではですね、PCB の濃度が高いとか、そういった特徴が、分かってきています。で、こうした物質をですね、どうなってるかっていうのを調べている研究が今進んでおりまして、大水ナギドリではですね、難燃剤と、紫外線吸収剤を添加して、それを与えてみてですね、そうすると実際に肝臓とか脂肪とか微生ワックスに蓄積するっていうことが分かっておりまして、蓄積を接触しない場合の、まあ、91から1万2000倍という報告がされています。あと、プラスチック摂取量によって影響ということで、赤足水ナギドリっていう、南
半球にいる鳥なんですけど、これはですね、血液の中で見ていくとですね、プラスチック摂取量が多いほど、血中のコレステロール濃度が高いとか、カルシウム濃度が低いということが報告されておりまして、カルシウム濃度が低いと卵殻が薄くなって、まあ、個体数の減少につながるということになります。で、まあ、こうした今、海鳥への添加剤の影響と、蓄積というのは健康被害が顕在化しておりまして、まあ、生物濃縮のことを考えると、あの生態系の中でですね、人への影響というのも、かなり懸念されておりまして、まあ、人への影響ということではですね、今、免疫の低下とか、神経の変調とかですね、そういったことが、なんと示唆されてきています。で、まあ、こうした、緑のこととかですね、人への健康のことを考えると、予防原則の観点から、プラスチックの削減というのは必須になっている状況です。で、これは今、東京農工大学の高田先生らの研究なんですけども、プラスチックの汚染は地球規模で広がっておりまして、まあ、こうした微生ワックスを取るんですけども、分析した個体のですね、まあ、10から30% ぐらいが、添加剤を濃縮してまして、接触したプラスチックからの添加剤を濃縮してて、で、食物連鎖よりもプラスチック系のものが多いというのことが分かってきています。で、全世界的に見てみると、これは16地域で32種、145個体のですね、分析された結果なんですけども、約半数で検出されておりまして、で、しかもこの赤いところがですね、添加剤が高い濃度で出ているところなんですね。で、南半球の、南アフリカ周辺の、とか南極周辺の、ズブロミズナギドリとか、アオミズナギドリとか、あと、オーストラリアの西側のアカアシミズナギドリ。で、日本近海っていうか、太平洋ではですね、クロアシアホウドリとか、コアホウドリが高いっていう、そういう結果が出ております。で、最後になりますけれども、海鳥を守るために私たちができることとしまして、海鳥が今後プラスチックを選択的に避けることっていうのはすごく難しい、考えづらいんですね。なので、自然界へのプラスチック流入を防ぐことが大事です。で、まず、この問題に、関心を持って情報を集めていただきたいことですね。それから、まあ、普段の暮らしの中でやっぱりですね、使い捨てプラスチックの使用を減らしていくことが大事です。で、リユース、リサイクルということで、まず減らして、ゴミを野外に出さないということ、それからゴミを拾う活動を行っていこうということ。で、こうした活動を広げていって、プラスチック削減に取り組むお店とかですね、ゴミの問題を人に伝えていくってことがすごく大事かなと思います。で、日本野鳥の会では、今回のような、セミナーを開催したりとか、動画を作ったりとかして、こういったもの、この問題についての、普及活動を行っていますし、以前のものについてはですね、今年度は6回のウェビナーを予定しておりますし、アーカイブとして日本野鳥の会 YouTube で検索すると以前のものが出てきます。あと、教材の開発とか、連載、野鳥誌っていう機関誌を使っての連載をやっております。あと、現プラスチック社会を実現する NG ネットワークの方たちと共同で、政府への提言活動を行っておりまして、削減とかリユースに向けた取り組みを行っております。あと、まあ、こうした、緑への影響については、研究機関との連携によって、影響の調査を今検討している状況です。はい。はい。ご清聴ありがとうございました。